にちは、瞑想 YouTuber のひろみくすです。本日はですね、今月もやってまいりました、はい、待ちに待ったマイルトルボックス3月号を開封していきたいと思います。イエーイ。はい、ということで3月号ですね、皆様待ちに待ってたんじゃないかなというふうにちょっと思ってるんですけれども、私も楽しみにしております。一緒に開けていきましょう。よろしかったらご覧になってみてください。それではどうぞ。はい、ということで始めていこうと思うんですけれども、はい、マイルトルボックス3月号なんですけれども、私やってしまいました。先月のリーフレットを捨てました。いつもね、普通だったらここでね、パッて出してね、先月のリーフレットをね、で後ろの告知を読んで始めるんですけれども、今回はちょっとないでございます。でもね、覚えてるのは、あのヘアケアアイテムが入ってるんですよ。はい、そして日焼け止め関係のアイテムが入ってる、これを2つはね、覚えてたし、多分それがね、主軸になってくるんじゃないかなというふうにちょっと思っている次第でございます。はい、ということでもうね、開けていきたいと思います。はい、じゃじゃん。今回はですね、ちょっとコンパクトな箱だったんですよね。で、重さもまあ、あるっちゃあるかなという感じ、なんか軽い感じではないので、ちょっとね、期待しております。はい、ということで開けていきましょう。せーの、オープン。はい、ということでこんな感じになって、あ、少しこの紙がずれてる感じですね。忙しかったんだ、マイルトルボックスさん。ちょっと待ってくださいね、シールが違うところに貼られてますね。はい、ということで開けましたら、はい、リーフレット、はい、今月のリーフレットでございます。今回横型だね、横位置のリーフレットでございますね。かわいいね、素敵。こういった絵柄好きよ、こういった柄で。ああ、何これ、あ、ちょっとここ見せていいかな、なんか塗り絵になってんだけど、素敵、いいじゃん。素敵。あなたはどんな風に巻き起こす、思いのままに色鉛筆を手に取ってこのページに色付けをしてみてって。へえ、すごい、いいね。なんか考えがおしゃれ。考えがおしゃれだね。さすがマイルトルボックス、すごい。冬から春へと移り変わる時期に吹く暖かい風、春一番、うん、え、春一番去年もなかったっけ、あ、じゃあ先月の、あ、告知だったのかな。で、冷たい冬から解き放たれた朗らかな春の風を感じながら深呼吸をして、気持ちを新たにマインドセット、翼を広げて風になればどこまでも行けるはず、ということでございます。はい、で、塗り絵のページがあって、ここから先は、完璧ですね。はい、ということでございました。はい、ということで中身がちょっともう見えちゃってるんですけど、こんな感じですね。今回どんな感じなんだろう、楽しみ。ということで、ちょっとね、見えてるのからいこうかな。これがもしかしたら、あ、クレンジングジェルだって。これはアメリだったかな。はい、このブランドさんよく入ってくるよね。私これのね、今ヘアマスクを使わせていただいてるんですけど、マイティリトルボックスで入ってたやつ、これは、え、嬉しい。クレンジング、グローフェイスマスクの人がいたかもしれない、もしかしたら。なんかこの書き方からいくとね、もしか、私はクレンジングジェルだったけど、フェイスマスクだった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。なんかそんな感じでございます。香り的にどんな感じなんだろうね。あ、いい香り。これな、ネロリ、何の香りだこれ。あ、ラベンダーだ。私好きなんだよ、ラベンダー。うん、いい香りです。めちゃくちゃいい香り。え、これメイク落としだよね。あ、間違った、メイク落としじゃなかった。洗顔料ですね、ジェル洗顔だ。あー、嬉しい。なんかね、一応なんだっけ、適量取り肌になじませて、すすぐんだけれども、その時に軽く泡立ちますが、うん、フォーム状の泡を作る必要はありませんという感じで、メイクをしている場合はメイクを落としてから使用してくださいということでございます。いいね。なんかさ、この間の、あれか、マキアの付録か、マキアの付録に、なんだっけ、
どこかのジェルが入ってたよねもう最近全然記憶力が飛んでるんですけど、はい、あのジェル洗顔系、私はほらエストとかデコルテ あのジェル洗顔を結構愛用してたので、こちらね使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。やった、嬉しいね。これがまずね一つ目入ってました。そして二つ目これかいこうかな。なんかこういうのが入ってた、なんかバラみたいなやつ、いい、おしゃれじゃない。これなんかぐじゅってされてしてバラみたいになってる。コンパクト本体、ちょっと開けてみようか。マイリトルボックス あのオリジナルのグッズみたいだね。あー私ちょっとさ、開けるの難しい不器用だね。これどうやって開けるのこれ。一個ずつ花びらのように開けていくってことかなちょっと待って、なんだろう、鏡かな。あ、鏡でした。裁縫セットかと思った一瞬ちょっと裁縫セットっぽくない。鏡でしたね、鏡です。あー、ありがとうございます。なんかさ、マイリトルボックスって書いてあるわ。なんか最近変わったのかな、今回だけ。あー、マイリトルボックスの鏡ですね。普通の鏡っぽい、拡大鏡とかじゃなくて普通の鏡っぽいです。ありがとうございます。おしゃれ、このグリーンが優しいね。あの ビリジアムグリーンっていうのかな、なんかちょっと可愛い感じのグリーンですごく素敵ですね。ありがとうございます。使わせていただこう。なんかこう実用的なものが入ってたら嬉しいですね。はい、そして続きましてが、もう見ちゃってるね私いつもさ、見ないとか言いながら見ちゃってるんだけど、まあ、見えるんだよねはい、マイリトルボックスグッズ2個目、これはスカーフだね。スカーフなんだけど、なんかマイリトルボックスさ、スカーフ入れてくださること多いよね。嬉しいね。スカーフ、なんかさ、私ほらこの間さ、視聴者さんにもあのターバン復活させてくださいと言っていただいて、いつかね復活しようと思ってるんですけど、あのこういったスカーフをねこう巻いてたんですよ。おしゃれじゃない、これやばいでしょ。これ好きな人は好きよ。これどうでした皆さん、マイリトルボックス頼まれてる方、好きですか。私こういうの好きよ。なんかこういうさ、なんかちょっと古着チックな配色っていうかさ、わかる、なんとなくなんかちょっとさ、あのオリエンタルな感じのこういったもの好き。なんかこの辺がさ、ペイズリーじゃないけどさ、なんかちょっとそれチックな柄がこう入ってるね。いいんじゃない、めっちゃ可愛いよ。だからこれをこう巻いて、これ辺にこう、今日はねミランちゃんのやつをつけてますけど、こうやってこうするとさ、可愛くなるんだって多分ねなると、もう使わせてもらおう。足りるかな私の頭に。全然足りるね。うん、ありがとうございます。まあ、スカーフだからさ、なんかもっとこうね、使い方いろいろあるんだろうけどさ、なんか可愛い感じにね、毎回ソフトバンクの人みたいになっちゃうんだけどさ、これすると。ありがとうございます。可愛いスカーフね、いくつか持ってるんですよ。あのいただいたものもあるし、なんか買ったものもあったりとかして、だからそういったものにね、またね仲間入りしたいと思います。あの素材はねめちゃめちゃ柔らかいよ。ちょっとあのシルクチックな感じだけどね、まあ、ポリエステルだよね、ポリエステルだけど、なんかちょっと手触りはシルクチックな、そんな感じのスカーフでございました。これはね、あの今ねちょっと今引っかかったんだけど、指がね荒れてるんで、こう引っかかった時に糸がねピッて出ちゃったりとかするので、そこだけ気をつけて取り扱いたいと思います。はい、そんな感じのスカーフでした。ありがとうございます。そんな感じかな。あとはマイリトルボックスの料金改定のご案内が来てる感じ。そして最後の、はい、こちらの巾着でございます。毎回可愛い柄の巾着を入れてくださってありがとうございます。こういった巾着もさ、使えるよね。あ、結構使ってるんだけど。はい、ということで、ここにヘアケアが入って来てない、ヘアケアと日焼け止め系が来てないので、ちょっと開けてみたいと思います。はい、これちょっと見ないでいこうかな。あ、なんか紙が入ってるね。あ、ボタニカルアロマっていう紙が入ってる。なんかそっち系の何かが入ってるんだろうね。これからいこうかな。じゃじゃん。あ、アネッサだったアネッサでした。アネッサだったね。これはアネッサパーフェクト UV スキンケアミルク。
あーっと、日焼け止め用乳液、顔体用。マキアの、あの、あれは多分違ったはず。アネッサパーフェクトジェルなんとかだった。ちょっと待ってね。はい、ということでね、出してきました。あの、いつもね、あの、ミニッコサイズだったんでカバンに入れてるんですよ。やっぱ違うね。パーフェクト UV スキンケアジェルだった。これはスキンケアミルク、ミルクとジェルですね。あ、そういう素材違いだったらよかった。素材違いっていうかあの、なんだっけ、これはね、使わせていただいたんですよ、マキアのやつ。これね、めちゃくちゃ良かったですね。あの、ジェルって聞いてたんで、私てっきり、あの、透明なのかなと思ったら、確かにね、日焼け止めで透明はありえないよなと思って。なんかこういう感じのやつだったよ。で、スーって溶け込んで、さーって伸びてくれる感じ。すごいみずみずしい感じの仕上がりだった。こういった感じの日焼け止めだったんですけど、今回入ってたのは、あの、スキンケアミルクということでございます。振るんだね。うん。これは、あの、一般的なやつじゃないかな。よく昔からあるやつじゃないかなと思います。あ、そうだね。あの、ほら、タラーって垂れてきて、あの、液状のやつね。これもスーって馴染むね。すごく重みがない。いいんじゃない？あ、香りもいい。あー、なるほどね。ちょっとね、これはね、あの、海がいいと思う。あのね、こう日焼け止め特有の、あの、ほら、突っ張り感っていうのがちょっとあるじゃん。なんかこう、突っ張るみたいな。それがちょっとあるね。粉々しいっていうか、それがちょっとあるので、なんか、顔、あの、日常的っていうよりかは海とかの方がいい気がするな。うん、私の勝手な判断だけどね。香りはね、すごくいい香りですね。なんかフローラルチックな、うん、なんか柔らかい感じの香りがする。ただこれは、このマキアに入ってたこれに関しては、あの、顔でも良かった。あの、スキンケア顔体用のね、これは乳液って書いてあるね。うん、なんか私の独断と偏見だけど、これは体で、こっちが顔の方がね、いい気がする。もし買われる方はね、うん、ジェルの方が顔で、ミルクの方が体みたいな感じで、私だったら使い分けるかなっていう感じ。そんな感じでした。そっか、アネッサ入ってきたか。もっといろいろあったんだけど、あったんだけどねとか言って、まあ、自分で買えますわ。はい。そして、これいこうかな。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。入ってたんかーい。入ってましたね。入ってました。入ってたわ。あー、こ、結構語ったんだけどね。結構語ったからもういいかな。入ってましたね。あ、アネッサから2つ入ってました。皆さん安心してください。入ってました。だから、あの、マイリトルボックス買われた方、試せるね。私が言ったこと両方分かっていただけると思う。なるほど。入ってた。あ、今ちょっと気が抜けたわ。入ってたんかい。面白いね。引きが強いね、私ね。入ってました。なるほどね。へー。でもね、語ったから大丈夫よね、もうね。はい。二つ試せる感じで入ってました。ということで、アネッサの UV が、新作のやつがね、はい、試せるっていうことでございます。あ、もう、カバン持ってくる必要なかったね。まあ、いいか。はい。そしたら続きまして、あと2個なんだよね。え？アネッサってことはないよね。じゃじゃん。あ、なんだろう、これがボタニカルだ。イネスボタニカルアロマスカルプケアトリートメントレモン&バジルの香りだって。顔だって。え、顔なんだ。イネス知らない。ちょっと待ってね。あ、イネスはヘッドスパ感覚の頭皮美容ケアを提案するヘアケアブランドらしい。おー、そうなんだ。へえ。日中の汗や湿気を感じるたびに頭皮や髪からふわっと香るスカルプケアトリートメント。香りをまといながら日中も頭皮の周りを心地よく保ちたい方におすすめ。通勤中や仕事で慌ただしい時などふわっと香るアロマがあなたを包み込みますということだそうです。落とす、潤す、柔らかく。なるほどね。知らなかった。へー。ほー。で、香りが5種類あって、
あのどれが入ってるかわからないって感じ。私がとレモン&バーバジル、レモン&バジルでした。私バジル苦手なんだけど、はあ、うん、レモンなんだけど、あ、バジルの香りなんだろうね。なんかちょっとね、バジル苦手なんですよ、私。苦手だからちょっとね、苦手かもしれないんだけど、ちょっと使ってみようかな。だから香り、あの日中に香るっていうことなんで、まあ日中って言っても通勤とかお仕事中って、だから一日中かどうかはわからないね。ちょっと一回使ってみようかな。どんくらい、ね、香りが残るかっていうのがね、すごく気になるところですね。バニラ&シナモンとかあったみたい。カモミール&ローズとかも良さそう。どれが入ってました、皆さん。私レモン&バジルだった。交換しません。まあね、それ贅沢は言われないので、はい、頑張って使いたいと思います。ちょっと使ってみて、香りの持ち具合とかね、こう髪へのどれくらいのね、あの程度の効果があるかっていうのをね、ちょっと確かめてみて使ってみようかな。まあ買おうっていうことなんで、なんかちょっとあれだよね、ちょっとね、安心するよね、買おうって聞かれると。あ、これも買おうだっけ。アネッサ資生堂だった、ごめん。資生堂でした。はい、そしたらね、最後です。最後だ、巾着の中いきます。せーの、じゃじゃん。あ、今日は無言になることが多いね。え、2個入ってくれてるんだ。マイルトロボックスでは5つの香りからいずれか2種類をお届けしますと書いてあるわ。あ、もう違う、こういう字面を読むのが苦手でね。あ、書いてある、ここに謎解きめっちゃしてあるのにワクワクしながら開けちゃった。バニラ&シナモンでした。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと使わせてもらおう。やっぱほら、香りだから、香りで売ってる商品なんで、1個ドーンって送るよりは2個ぐらい送って好きな方を選んで現品買ってないみたいな、そういう作戦でしょうね。あー、そう来るか。バニラ&シナモンなんだろうけど、なんかちょっと違う。なんかね、バニラって香るか、バニラの香りはしない。なんかシナモンのちょっとこうスパイシーさってあるじゃないですか。なんかシナモンのスパイシーさみたいな、なんかそういう感じのが立ってる気がするね。でもしかしたら紙につけると、あのバニラの香りがふわって香るのかもしれないね、残るのが。だからシナモンで効かせてバニラが残るみたいな感じなのかもしれないね。うん、そんな感じでした。まあ、ちょっと使ってみないと分かんないけど、ヘアケア関係っていうのは結構さ、ほら、ここで香った時と髪にやった時との香りが全然結構違ったりとかするので、ちょっとこの辺は使ってみて、また感想とか言わせていただこうかなと思います。はい、なんか新商品なのかな、私ちょっと知らなかったんだけどね。ドラッグストアとかでもあんまり見ないですよね。ね、だからちょっとよかったら買ってみようかな。まあいいきっかけをいただけたかなというふうに思いますね。ヘアケア3連ちゃんだったですけど、まあ楽しめたかなというふうに思います。はい、ということでマイルトルボックス、3月号ですね。はい、3月号を開封してまいりました。まずはマイルトルボックスのグッズが今回も2個入ってまして、スカーフとミラーですね、が使わせていただこうと思います。が入ってました。そしてジェル洗顔ですね。ジェル洗顔、こちらが入ってました。これも使わせてもらおう。いい感じよ。そしてアネッサね。アネッサこれ使わせてもらうわ。これはもう困らないね。私2本持ってるもんだって。困らないから使わせていただこうと思います。はい。そしてこのね、イーネース、はい、こちらのトリートメントですね。はい、こちらがアロマトリートメントが2つ入ってたんで、ちょっと、ね、使わせてもらおうと思います。まあ、効果はね、一緒だと思うんでね、香りの違いだろうと思いますので、ちょっと試したいなというのを思ってます。はい、ということで、来月の告知でございます。まだ見てないので、いきますよ。せーの、じゃん。はい、春がここに。おー、ウールのコートと手袋はさよなら。
お気に入りのトレンチコートにデニムのジャケットとパステルカラーのニットをクローゼットから出して、何か足りない気がしない？花柄とストライプとか、来月のボックスでは春のファッションを思う存分楽しむためのパリジェンヌのマストアイテムをお届け、あなたを輝かせるメイクアップアイテムたちにもきっと心が躍るはず。春を彩る花たちのように、あなたの美しさも目覚めさせて、ということでございます。ファッションアイテムか、あのマイリトルボックスでファッションアイテムって言ったら、花柄とストライプっていう伏線が貼ってあって、ファッションアイテムっていうことなんで、スカーフ今月入れちゃったんで、それ以外の何かのストライプ系か花柄系か、あ、ここにちょっと花柄があるんで、こういった感じのマリメッコ的な花柄の何かが来るのかな。楽しみだね。ちょっと楽しみ。で、あなたを輝かせるメイクアップアイテムたちにもきっと心が躍るはず。何とコラボなんだろうね。ここでメイベリンとかだったらちょっとね、もう逆にありがたいですね。逆に。まあどんな感じのメイクアップアイテムが来るかってところと、まあ、このファッションアイテムね、まあ、この辺とかをちょっとね、皆さん来月楽しみに待ちたいと思います。はい。何気に心躍るんだよね。毎回、毎月。何気に心躍っております。私だけかな。結構ね、踊らされていただいておりますので、また来月もね、楽しみに待ちたいと思います。はい。ということで、本日はマイリトルボックス3月号開封でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければ、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。